旧文部省庁舎文部省は、かつて存在した日本の行政機関の一つで、教育、文化、学術などを担当していた。2001年の中央省庁再編に伴い、総理府の外局であった、科学技術庁と統合し文部科学省となった。日本以外の国で、教育行政を担当する官庁は、文部省と訳されることがある。しかし、多くは、教育と訳されることが多く、 文部が使われることはない。文部省は、明治4年7月18日、大学を、廃止文部省を受け、国より設置された省である。1932年には、財団法人日本学術振興会を創設した。設立時の総裁は、秩父宮洋人親王、会長は、海軍軍人の斉藤実る。理事長は、帝国学士委員長で、数密古門館の桜井城に、 他に、大学総長や研究所所長等が理事であった。以後も、皇族の会員の宮春二王等が総裁を歴任してきた。2001年の中央省庁再編で、科学技術庁と統合して、文部科学省が新設されたため、文部省は廃止された。教育全般のほか、学術、文化、スポーツ振興、児童の健康に関する事項などを所管してきた。戦前まで、 旧内務省が自社とともに、各道府県学務部を統括していたが、1952年に義務教育被告庫負担法成立に伴い、教員給与の3分の1を国が負担することで、ついで1956年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律成立に伴い、教育委員会委員の任命権を国が動かすことができるようになったため、小、中、 高等学校の監督権を獲得してきた。地方単位及び、管区単位の出先機関を持たないが、国立大学など国立学校を管轄しており、人事上の交流は、文部科学省となった現在でも盛んである。国家行政組織法、文部省設置法及び文部省組織令の規定に基づいて記述。名称はすべて当時のもの。内部部局、編集審議会等。 編集施設等機関、編集特別の機関、編集内部部局、編集審議会等、編集施設等機関、編集特別の機関、編集詳細は、文部大臣を参照文部協は7代、文部大臣は130代まで続き、文部科学大臣に引き継がれている。詳細は、事務次官等の一覧文部事務次官を参照。ありがとうございます。